はい、どうも皆さん、こちら。おかわり我慢してるデブアホ、よろしくお願いします。なんでなん、なんでなんすか。いや、アホやな思って。いやいや、もうダイエットしてるかもしれないじゃないですか。もうそうやけど、別にそれは食べたらええんちゃう。運動したらええや、そんな。大事っすよ、食事制限。まあ、アホやなっていうか、思いますよ、僕は。なるほどね。セブンの、あの犯罪者と同じ思考だもんね、僕。ああ、そういうことね。はい。で、今日なんですけど、何イーサン、急に。そうですね、はい、僕ちょっと、はい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 、黒を基調としてるんですよね、僕って。はい、はい。で、要は動画でも、暗いとか。で、ちょっと、うん、ギラつこうかなと。おっ、はい、うん、でもそのラファさんほどギラつくんじゃなくて、こういうね、ちょっとなんか、はい、まあ、ジュエリー的な、そういうこと。これがゴールデンコンセプトのやつ、別につけてるだけで、うん、おい、ゴールドコンセプト金よこせよ、おい。つけてるやろ、うち全部ずっと。まあ、上つけてますよ。売り込め。それで思い出したんですけど、ほうほうほう、ゴールデンコンセプトさんのとこの下にビジュピコさんあるじゃないですか。あった、はい、うん、そこにジュエリーが結構売ってたんですよ。ジュエリー俺やってるから、俺のとこで買えよ。いやいやいや、いや、そっちの方がいい、絶対。絶対ビジピコさんの方がいいっす。で、そこにちょっと見に行きたいなと思って。ほう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 。これでも動画にしたらおもろいんじゃないかと。おもろいな。はい。Eさんがジュエリーか。そうっす。だからイメチェンみたいな。そうやな。はい。過去にまあ、そのイメチェンで金髪とかやったんですけど、まあ。あった。ちょっとあんなんじゃなくて。うん。ほんまに見に行く。これからつけるやつ。つけたいです。こことか。多分、ネックレスかなっていう。あー。ここに出んのが。僕こう、なんかその袖とか隠れたりするんで。袖メイクランタイプやったっけ？場合によるっす。お前、色黒いな、俺より。ですか。俺が白いもんな。うん。そんなもんなかった、俺の話。そんなお前がリアクションできへんから、もんなかった。で、だからここ隠れるかもしれんから、うん、一応。ああ、まあまあまあ。それぞれそれぞれあってもええんちゃう。そう、エクセイ君もこれで好評やった、うん、なんか買ったりした。そうですね。今更やけどさ、お前オレンジのカラー嫌。いや、そうです。感情持ってこるんだ。お前何色がいい？特に何でもいいっすよ。ジャン君決めてくれたら前に。そう、確かにな。そういうの大事よな。そうそう、ジャン君がそう決めてくれたオレンジっていうの大事よ。そう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 。そういうのがないのよ。だから僕もこれで動画で、あの時に買ったこれっていうのが欲しいっす。まあ、そうやけどさ、ジャン君の歴史の話からしたらさ、このセンスでなって見られてんじゃん。いやいや、まあ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 、でもまあいいじゃん。黒とかにしたら黒とかにも。じゃあこんなもん自己満なんですよ、装飾品とかも。そうそうそう、そりゃそうよ、正解がないねんから。ただ自分には妥協したくないってことで。なるほど。じゃあ見に行きたいっす。美術さん、じゃあアポ取ってもらって。そうっすね、はい、だからアポ取って。あそこ社長いい人やからな。そうっす、多分 OK 出ると思うんで。うん、まあ OK なんかせんの勝手に取ったやろ。社長いい人やから大丈夫や、あそこ。まあ、それでもいいっすよ。それでも全然いいっすよ、僕は。じゃ行きますか、ほんまに。行きましょう、マジで。マジ行きましょう。はい、ということで来ましたけど、はい、やってきました。もう寒くなってきたな、なんかな、ちょっとずつ。はいはいはい、つい昨日、一昨日も暑かったけどテンション上がってるやんかも。これここでなかったらもうないで。例のごとくビジュピコさん、前回ですね、動画でちょっとここの上のところでね、はいはいはい、撮影させていただいたんですけど、はいはいはい、今回特別に撮影許可いただいてます。そうですね、他のお前らみたいな YouTuber では撮影許可おりません。ここはもう僕クラスなんて無理です。はい、のお店、はい、イーサンずっと無視してます。もうすでにいいやつあるんですけど。え、入っていいの？入っていいの？入っていいんだよ。入っていいんだよ。伝えてるっすもんね。もう朝やから頭痛いねんけど俺。失礼します。失礼します。撮影このままカメラ回したって大丈夫ですか？ぜひ。うちのメンバーのですね、イサンって言うんですけど、気がついたなんかジュエリー、そういうのをなんかつけたりみたいなこと言ってて。そうですね、ちょっと、まあ、ギラつけても上品な、上品な、はい、あの感じの。これちゃうもん、これちゃう、上品なやつ、これちゃう。おかしい。これ上品よ。じゃあ男でこんなんつけたら見たことない。そんなことないですよね。そんなことないです。すごく素敵な、素敵よ。こういうではないですね。こういうのないです。いろいろご覧になってくれとか、すごない？バックマン、かわいいっすね。コラボされてるの、バックマンと。スーツでこんなんつけてたらめっちゃおしゃれだな。スーツなんよ、これ。スーツの襟とかにこんなんつけてたらめっちゃおしゃれだな。これ前ちらっと見たんですよ。そう、これいいよな、普通に。すごいキラキラすね。これなんていうシリーズなんですか？バンドルっていうペンダントっていうの、はい、ブランドになります。えぐ値段。ネオンで見たわ。これはアルファベットなんですよね。そうなんです、全部アルファベットでデザインされてまして。あ、はい、I と T でこれになるんですね。はい、これが T と T の組み合わせね。これが T と T、はい、T と T。 はい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 。こういうのがいいと思う。なんかでもいいっすけどね。でもちょっと違う感じもあるんですよね。お前そんな店の中でよくそんな大きな声で違うって言ったの。好みもあるじゃないですか。エクセルのどれがいいと思う？そうですね。いや、エクセルに選んでほしくないですね。どうする？え、俺こんなにかっこよかった？いや、え、俺こんなにかっこよかった？え、かっこいいと思ってます？よからんけどさ、もう鏡がそうやって言うもんな、俺に。まあまあまあ、うん、それあんま自分で判断するもんじゃないんだ、それ。いや、だから鏡は言うの。ああ、俺
こんなにかけるとマジやばいな。はいはいはい、こっちはチェーンやっぱやばいな、これ見せるな。かっこいいな、ずっと見てるわ。こう見て、エクセル、これこの色も綺麗なの、こういうの。ああ、いい色っす。あ、指輪とか、ね、なんていう、これダイヤですか、これ何ですか。シトリンっていう、シトリン、シトリン、なんでこんな安いんですか。これはもう、うちが卸しの値段で小売りをやっているので、ここだからできる値段です。シトリン卸してる。ああいうのさ、イカチで見たらさ、高いなって思うけどさ、うん、こういういろんな値段見たらさ、すごい安くやられてる会社さんなんやなと思うね。これ俺の誕生石だよ、これ。これはオパールです。6月やったら気がする。違うかな、違うかな。オパールは10月の誕生石になります。6月何でした。6月はムーンストーンっていう。そうそう、ムーンストーン、ムーンストーン、ムーンストーンあります。ここにムーンストーンって思ったんですか。ムーンストーンはね、今ちょっとない。見せません、こんなんじゃない。ムーンストーンってこんなんじゃないですか。違う、こんなんだったかもしれないです。大丈夫です、大丈夫です。ムーンストーンやってて、ほんまこんなそっくりやぞ、お前ら。後で後悔するぞ。後悔する。指輪ではちょっとないんですよね。指輪なら何をつけたの。いや、やっぱでもネックレスじゃないですか。昔つけてましたもんね。まあ、そう、昔つけてたんよ。そう、あ、ほんまや。おばあちゃんからもらったやつ。そうそうそう、あの嘘設定の。いやいや、ほんまやて。あれね、良かったんですけど、ずっとつけたらバレるじゃないですか。あ、そうかそうか。そうそうそう、だから仕事用に、うん、これ見て、ほらこれ見て、疲弊というかね、あれのチェーンで横がギラギラのやつ。全部ついてるんですか。あれ、俺なんかレモンで見ましたよ。騎兵のやつに横ギラギラのやつありますよね。はい、あります。今すごく人気で、これありそうでないね、実際今まで。この騎兵のこのいかつい感じあるやん、一瞬回って今つけたらかっこいいやん、これ、うん、それの横がこれギラギラの、これめっちゃかっこいいね。かっこいいですね。これとか見て、あえてこれで固めちゃってる。あ、これかわいいな。もかっこいい、うん、あ、これいいっすね。めちゃくちゃかっこいいと思いますね。どうするよ、やっぱ見ちゃってよ、うん、これの黒、はい、欲しいっす。黒は、はい、ちょっと作ることが難しくて。え、なんでなんですか。で、イエローとプラチナ、はい、ホワイトか知らんけど、しかないやん、はい、で、これだけ黒とかって言われてるんですよ。エクセル黒ってなんですか、ちなみに。え、これの黒っすよね。これあるっすね。ないっすか。黒は、そうですね、ちょっとごめんなさい。え、白か。めっちゃ困ってはんで。じゃあ時間かかってもいいんで、はい、作ってもらってもいいですか。お前マイケル・ジャクソンも何回持ってるんですか。いやいやいや、黒がいいなと思って、これの。ないっすよね、ほんまにないっすよね。そうですね、ないんです。やってもピンクじゃない、作れて。時間かかったらいきます。時間かかったら、まあそうですね。ほんま、こんな需要せえへんぞ。せっかく買うから。これもいいけど、これもいいけど、黒がいいなと思って。で、これ組み合わせが I&T って書いてあるじゃないですか。うんうん、これ、これ、いいね、うん、これ一応ラファエルの R と E の黒、うん。はい、R と E は作れます、大丈夫です。あ、作れます、はい、の黒っすね。で、黒ですよね、はい、黒。どういう素材にするの。まあ、そんなの、そうですね、素材がブラックダイヤモンドと、ブラックダイヤモンド、はい、とプラチナ、プラチナにメッキか、はい、うん、プラチナで製作して、はい、ブラックメッキをして、それ今の方が絵で。それで一回偉い人に相談した方がいい。でまた出直します。はい、まあいろいろ他にも見ても見に行こう。なんか、まあ、連絡もらったらいいやんか。あの E と R で上の人揉んでもらって、でまた来ます。連絡もらえたら何時間後にできます。確かに掛け合ってみて、また、はい、そうそう、はい、また連絡、はい、はい、じゃあご飯だけ食べてきます。わかりました。で、その後来てて、はい、できるだけ相談しています。はい、後日や、はい、後日、すいません、後日ちょっと来ますね。はい、すいません、お願いします。ありがとうございます。楽しみやな。絶対黒がいいでしょ。マイケル・ジャクソンみたいな買い物しかない。え、黒が良くない。まあ、確かにね、全身黒ですから。使えるのかも、ちょっと連絡待つ、お前と。はい、いやー、はい、先日ね、話して、はい、昨日の今日でみたいなところもあったりするんですけど、まあ、ないもんなんですね。これの黒って言ったらあると思ってて。何色まであると思った、逆に。まあ10色ぐらい。それもゴールド舐めてるよ、やっぱり。舐めてます。舐めてるよ、ほんまに。まあでも対応してもらえたみたいで、一応打ち合わせが、はいはいはい、OK ということで、はいはい、本当にすみません、ありがとうございます。本当に今から打ち合わせだけ行ってくるということで、まあね、ワンチャンあるんじゃないかと、ワンチャン、まあ、僕は思ってます。これもイーサンモデルみたいなワンチャン出るで、はい、大きな話になってきました。ビジコさんってでかいですからね。そうですね、全国45店舗ぐらいあるよ、ね、はいはいはい、ほんまに大きなジュエリーショップさんですから。いや、ありがたいですね、ほんまに。ちょっとじゃあ早速行きますか。早速行きましょう。行きます。はい、はい、ということで、はい、本当に本当にすいません、ビジュピコさん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
ガチでご連絡いただきまして完成したということで。じゃあ、商談だけできますということで。あ、そんな話ですね。商談だけできますということで、そんなの完成だ、昨日今日出てへんから。あ、そうか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 。デスがすごいよ、もう昨日今日連絡いただいて。あ、そうですね。わがまま言ってますし、まあ一応このタレント活動やってますので、うん、一点ものってことで、うん、特別オーダーみたいな話はできるかもみたいなところで、ちょっと商談を今から。なるほど。よろしくお願いします。僕もちょっと今日気合入ってますんで、はい、自分のジュエリーつけてきて、なんとかしてこのテントで置いてもらえへんかったら交渉もしていきたいと思います。なるほど。呼ばれたってことはほぼ OK だと思ってんすよね、僕。それを店員の方もそうやけど、はい、責任者の方と話さないと分かれへんから。社長いい人やから絶対 OK だと思う。社長いい人やね。1回か2回かっていう。やったらいいんちゃう。そういう人やな、はい、社長多いな、と。あ、ここね、前来たとこね。すみません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい。特別室みたいなところに通させていただきましたけど。前来たなぁ。ちょっと待って、笑ってもてるやん。ちょ。あ、ごめんなさい、すみません。あ、ごめんなさい、あ、なんでこんなことしたやろ。やめてや、すみません。流れるかもしれんやん、話。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、ちょっと前回撮影させていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。大木さんの話ですよね。できるかどうかとか、力の話だと思うね。あ、そっからですか。いや、パソコンでかいな、これ。パソコンでかいな、今時。これを使わせていただいてます。あんたこんなん使ってんの。はい、まだ使えるんだよ。あかんか、もっとちっちゃい使わない。仕事できないやつ生まれるよ。いや、大事ですよね、まだ使える。仕事できないやつ生まれるぞ、こんなん。いや、こんなことないよ。レオンでよく拝見させていただいて、はい、ありがとうございます。あの下で見させていただいたんですけど、ジョアンヌ、はい、気に入ったみたいで。ありがとうございます。黒の、あ、いい。はい。おちょっと販売員の方から、ね、聞かせていただきまして。あ、すいません。はい、あ、ごめんなさい、燃えそれやめてもらっていいですか。いや、いいですね。それで売ったそういう時期やね。ちょっと長いんですよね。すいません。うわ、すげえ。R といいですと、え、すげえ。あ、結構複雑なんよ。そうですね、2つのイニシャルが2個ずつ重なってるのね。サッシャぐらい複雑っすよね。サッシャ簡単よ、あれも機械でこうやるだけや。サッシャは簡単よ。ちなみにそのブラックの、どうなんですか、ブラックのさ、できるんですか。一応プラチナだと考えたと思います。ああ、そうなんですか、みんなすぐこんな作ってくれるの。いや、すごい、特別に。あ、ありがとうございます。すごいですね、ほんと。3種類あるんですけど。はいはいはい、すごい。あ、実寸大です。でかっ、大きいな、ちょっとラージ、うん、おすすめどんなんなんですか。多分、イーサンさんの体型的にミディアムがいいかなと思うんですけども、うん、体型的にね。かついな、マジでこれ。ディスってんのかな。そんな、小物みたいな。ディスってんの。そんなことない。うちのマネージャーディスってんの。そんなことない。ちょうどいい体型。あ、ちょうどいい体型。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません、ここは足らず。なんかラージお前に重いな。もうなんか黒キラジでディスってんだもん。ちょっとディスさんいけるやろ。そうミディアム確かにちょうどいいかもしれないです。ブラックになるときは結構締まると思う。ああ、なるほどなるほど。うん、そんなありなんですか、もう話進めちゃって。もう全然ね、はい、お知らせいただいたので、本当特別に本当にブラックやった、ありがとうございます。うわ、すごない。ありがとうございます。まあどこにも出てない。まあどこにも出てないですね。本当に世界に一つ。よっしゃ。じゃあやってますね。でかい声出るわ。渋谷ぐらいの声量なんですよ。渋谷、渋谷ぐらいの声量出してるの。もうあと、じゃあ次ほんまに完成みたいなのを伸ばさせていただいて。うわ、はい、うわ、楽しみ。 E さんがこれからそういうジュエリーをつけるっていうのがちょっとなんかな。そうっすよね、うん、すごいな。1ヶ月ぐらいですか。そうですね。あ、そんな早くできます。今回本当にちょっと特急でやらせて、はい、うわ、いや、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ほんと早っ。ありがとうございます。ありがとうございます。トントン拍子に。なんかトントン拍子やで、ほんまに。うちのね、ナンバー13もね、ジュエリーやってるからね。いや、それぜひ。あ、よ、なんかね、置いていただいてるね。コラボみたいなね、なんかね。そういった話もぜひ、これやりたいと思います。ほんますか。ほんますか。ジュピコさんとナンバー13コラボしたらエグいぞ。こんなことになったらエグいで、ほんまに。全国44店舗でしたっけ。45だ。5あって、どれやられてて。それまだいいんじゃないですか。なしで、なしでも。これまず進めてもらいたいんで。そうやな、そうやな。そうですね。エルメスね。エルメス。マジか。エルメス。水もあってるし。水とかもらって帰ろうか。これ何なんですか、山梨のこれ。ジュースですね。
あ、ジュースか、ジュースはいらんな。さあ、お酒です。さあ、お酒ね。バーになってるんですよね、ここね。おしゃれですね、ほんとに。すごい。これどれ？イーサン。これ。黒ね。イーサンこれ。おぉ。僕これよ。これです。これかっこいい、新しいやつ。これかっこいい。スポーティー。めっちゃ軽いらしいですよね、これ。おそう。ヨーロも一緒。これ、ポテトガレ。ポテトガレ。はい。いやいや、その聞いてない。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。またよろしくお願いします。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということでもうクリスマスですよ。いやー来ました。はい、このデート企画もね、長期にわたってエイさん彼女見つけるようなやつですけど、はい、そんなことでしたっけ。ほっといたらゴキブリの方行くんちゃうかっていうぐらい、ゴキブリ黒い子が見つかりましてね。ああ、そうなんですか。やっと今日会えるということで、今から。いや、ほんま僕は正直めちゃめちゃ楽しみにしてました。いや、こんなことなんのっていう特集。いや、ほんまにほんまにほんまに早速今日も物がこの後出ますんで。そういうことですよね。ただね、これね、ちょっとね、ごめんなさい、はい、案件とかそんなじゃないんで、はい、販売はしないです。あの、一応これ E3 モデルは販売はしないです。動画して、ね、もしかして勘違いして問い合わせがね来たらあれなんでってことで、ビジュピコさんが僕のためにほんまね、そういうことです。ほんまになんで、これはほんまに企業案件じゃないんでね、はい、そこで勘違いしないように、ね、楽しみやな、マジで、はい、ということで、じゃあ今から行きますか。はい、はいはい、ということで着きましたけど、はい、それからご連絡いただきまして、先ほどちょっとね、部屋でもオープニングみたいなことあったと思うんですけど、はい、本当の本当に、作っていただきました。ありがとうございます。すごいですね。本当に早い、やっぱ1ヶ月とかで早いもんですね。早い。まあ、元々ある既製品というか作ってる型が今ありますから、はいはいはい、そう、あの、僕もジュエリーやってるんであれなんですけど、うん、型を作るってなると大変なんですって。あ、そういうことですね。そう、型がある場合はあとはもうあれやから。なるほどなるほど。クリスマス前、そうですね、うん、金持ってきた。金もないでしょ。どういうこと、金はないです。まあ、そんなんどうでもなるでしょ、多分。金なんかどうにもなれへんぞ。一番どうにもなれへんぞ。作ってもらったってことはそこも融通聞きます、絶対。めちゃくちゃやで、もう詐欺やで、こんな。めちゃくちゃやで。じゃあ、いたな。上に参ります。じゃあ、失礼します。お願いします。お願いします。お願いします。どうぞ。失礼します。すごい、まだ使ってるやん。まだ使ってますよ。まあ、1ヶ月は変わらないですね。そうなんです。大事じゃん。大事に大事に。はい、じゃあ完成しました。ちょっと。マジっすか。うわ、黒えらめちゃくちゃ綺麗に仕上がってます。黒ええぞ。うわ。これすごない？すごいな。黒、え、ちょっと待っていいですか。重いんです。あ、ほんま重い。重量感ある。マジ重いっす。もう重っ。重いっすよね。これ重っ。これプラチナなんですか。プラチナです。チェーンも。いい感じ。黒やで、黒。これが R と E ということで。はい。これちょっといかつくないですけど。重ない、お前。ちょっと重ない。お前、首、ちょっと重い。確かに重いぞ。これ、今日日、ミディアムはいくらなんですか、プラチナ。150万ぐらいです、ね。150。はい。お黒なの。うわー、似合ってるなー。マジ。いいっすね。マジ似合ってるなー、それは。しー、来た。マジ似合ってるなー。うわー。ま、いい感じですか。はい。ちょっとアクセント的に。わかんないんで。それはマジいかついぞ。あー、いいっすね、確かに。確かに、やらしくないわ。これだから、やらしくない。イエローとか、普通のプラチナやったら、ギラギラしてるから、どっちかって俺やん、それ。そう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 。ちょうどいいコンビ。あー、いいか、これ。ありがとうございます。こんな、そんな言ってすんな、なるんの、すいません。やっぱなんかあれっすね、つけたら気持ち上がるっすね。そらな、うん、うん、やっぱね、ジュエリーってそういうパワーあるわ。そうやな、すごい、よかったね。はい。200?150? そうですね、100。たぶんブライアなので、もう少しね。はい。っていうことは、15。15万くらい。100はちょっと超えてます。残念ながら100は超えてます。100超えてる。はい、いや、それは知らんの、俺ほんまに知らんで。ほんまに知らんですよ。17。100を超えてきます。100、いや、140は超えてくるよ。どんだけ頑張った。まあ、会社でね、これ撮影ですから。それはそうでしょ。いや、最初そもそもそんな感じやかった、エクセル。まあ、そうですね。始まりがだってそんな感じやったもんな、ラザ。知らん、俺は知らん、もうやめて、俺は知らん、欲しいってなって、知らん、じゃあ見に行こうかってラファさんも言い始めて、いや知らん、俺もう怖い、お前ほんまにどんだけダダこねてもただは無理やで。、うん、この撮影の空気感でごめんなさいけど、
俺がよくある撮影中に付き合ってやって言って、はいはいはい、OK 出たらお蔵入りにするっていう作戦みたいな無理やん、はい、最悪ラフさんマジで払ってくださいマジでその一旦じゃあ一旦もう返すよ金マジでじゃマジ返す返すよはいはい今日持ってないんで俺カードを切るから、はいはい、返すよ絶対絶対返しますほんまにエクセルだって言うたれよお前でもラブさん僕にテスラ買ってくれたんでそのぐらい買ってあげてもいいんじゃないですかそうやねだから買ってへんねん誰もまあ半分か半分でした半分いやし金返せって話だろいや半分はもらってます動画ちゃんと見ろよ貸したるって言ったら俺動画でもいや多分半分もらってますそうやね、はい、このぐらいねえせっかく作っていただいてこれをだって買わないというねは絶対ないですもんねだって超限定なんです超限定ですもんね買うんですけど返すよマジそれそれを買います返しますカードでカードでいやということでこれいいですねすごいお買い上げありがとうございますすごいのできたねこれはええでちょっと本当にあの僕もジュエリーやってるんですけど店頭でそうですねとかね、はい、なんかゆくゆくはねなんかねコラボみたいなやりたいですね。やりたいですよね。やります。やりましょうか。やろうか。やっちゃいます。そうですね。やったろうか。やったろうか。ぜひお願いします。お願いします。